こんにちは。第73世竹野町の宿根、竹内睦弘です。今日は第120代天皇、仁孝天皇の2を語ります。この時は将軍は、ちょうど、変わりまして、1837、将軍家慶に変わります。将軍家慶に変わります。この将軍の名前のポイントはですね、各藩で有名な藩主に名前を挙げるんです。徳川家の本当のトップは全部家ってつくんです。で、家慶だったら慶を挙げるから、分家に慶を挙げる。最後の将軍徳川慶喜も慶信なんですよ。よしをもらってるんですよ。名前を挙げるっていう、そういう風習はありました。まあ、この時は西洋というか海外ではアヘン戦争がありましたね。中国はアヘンをめぐる戦争がありました。イギリスにボロボロにされました。中国は、麻薬で相手の国を取るということになってしまいましたが、そういうことがありました。そして国内で起こったのは事件で、仁孝天皇です。全く有名な天皇ではないし、徳川家康、家慶も全く有名じゃない将軍なんですよ。でも事件はありました。奥州平八郎の乱がありました。奥州平八郎がついに乱を起こしました。大阪町奉行与力です。大阪町奉行というと大阪の人って思いますが、これは歴史とした幕府の旗本です。さらに地方では生田よろずの乱がありました。生田よろずが乱を起こしました、北陸で。こういう乱があったんですね。つまり内乱が起こった時代です。仁孝天皇の孝という字、これは僕の書いた天皇家の秘義と秘書の中で書いている通り、孝という字がついている時は乱が起きるんですよ。露骨にやっぱり乱が起きてるんですよ。本人は悪くないのに乱が起きてるっていう状況で、多分仁孝っていう字にしたんでしょうね。本人は悪くないけど乱が起きてるからこう入れたんでしょうね。で、晩酌の獄があります。18392、この頃ね、有名な洋学者たち倒されてきます。その後官制の改革があります。天保の改革があります。こちらは水野忠邦ですね。天保の改革があります。改革はするんですが、ある程度厳しいということがあります。まあ、これはまた、電子書籍で詳しく語っていきたいと思います。竹内の電子書籍で。そして、1844に、ついにオランダ国王から開国をした方がいいと、鎖国をやめて開国をした方がいいという勧告状が届きます。まあ意見でしょうね。でも今で言うと、はっきり言うと内政干渉だろう、内政干渉をするなって言うんです。オランダ日本とは一応付き合いがあったんで、出島があります。扇形の出島がありますけどね、あれちょうどオランダの首都と同じ形になってるんですよ。あとはポルダって言ってちょっと下がってるんですよ。実は海面から。それを
周りにね、壁を巡らして、で、海の水を入れないようにしているんですけどね。日本にもそういうとこ結構あるんですよ、うん、僕の秘密基地もそういうところにあります。どうでしょう、仁孝天皇、全然知らない天皇でしょうが、しかも徳川家康も結構いろいろあったんですね。それではまた、竹内ターン。帰り見ないなら君の中の日本文化に気づき、鏡の中を見つめ直して。